僕が 2B と出会ったのはバンカーの廊下だった。今度パートナーになる件については司令官から内示を受けていたけど、少し僕は不安だった。スキャナーモデルである僕たちは単独行動が多かったし、それに2号モデルはどことなく冷たい印象がある気がして、だから初めてバンカーの廊下で会った時の彼女に言われたことに少しびっくりした。ナイエス。はい。ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい、その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。そんなぎこちない出会いからしばらく経過したある日、ある戦闘の後でその事件は起きたんだ。全ての機械生命体の撃破をかけ、ふう、これでこの区域の機械生命体は全滅させた。皇帝、周辺に適正機械生命体の反応なし。了解。って、あれ、トゥビー、右手どうしたんですか？右手？ああ、これさっきの戦闘で指を負傷したみたい。うわ、血が出てますよ。ポット、止血ジェルとロンリーウイルスワクチンと、推奨。過剰な治療行為は機体の運動効率の低下を招く危険性。うるさいよ、いいから出せ。ナイエス、大げさすぎ。トゥービーまで。こんなの放っておけばナノマシンが修復してくれる。そうですけど。敵殲滅によって任務達成を確認、推奨、司令部への報告。あの、トゥビー。何？止血ジェルだけでもつけておきませんか？血液系に汚染物質が入ると除去が難しくなりますし、それに止血ジェルだったら運動機能への影響もほとんどないですし、万が一ってこともありますし。わかった。わかりました、今準備しますから。止血ジェルのケースは。ナイエス。はい。ありがとう。その言葉を聞いた僕がどんな返事をしたのかもう覚えてない。ただ誰かの役に立てることが嬉しかったことだけが心に残っている。 2B と一緒にいられることが一番大事だったんだ。そう、ヨルハ部隊の基地、バンカーが落ちるあの日までは。